はい、こんにちは、魚屋です。今日はですね、光がはい、こんにちは、魚屋です。今日はですね、なんかこの光が天窓があってですね、光がこの時間当たってしまうんですけども、まあ気にせずにやります。魚屋らしいものをお見せします。なんとブラックバス61センチ。どうですかこれ。川口湖の方でですね、ある方が釣られてですね、うちに持ってきてもらって剥製にしました。結構ね、半年以上かかってしまったんですけども、こんな形でできました。それでこの欅のね、天然木につけてですね、これで完成なんですけども、こっちはこんな感じですね。あと、ここから見ると分かると思うんですけど、ちょっとエラもつけてあります。これブラックバスってですね、結構口を開いて、剥製するのが多いんですけども、まあ、ご希望でですね、口をあまり開かないでやってくれということで、こんな形で仕上げてみました。いかがでしょうか。はい、重い。ということでですね、こういうですね、魚の剥製とかですね、ちょっとお見せしたですね、まあ、ここら辺、ここにあるですね、魚の木彫りとか、まあ、こういう仕事をしている魚屋さんでした。はい、ということですね、今日は魚屋らしい作品、ブラックバス61センチを紹介しました。はい、この動画がいいと思いましたら、いいねボタンとですね、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。